おじいさんが株を植えました。甘い株になれ、大きな大きな株になれ。子どもたちに絵本の読み聞かせを行った野田総理。11月11日、新宿区の子育て支援拠点という地域全体で子育てを支える施設を訪問しました。うんとこしゃ、どっこいしょ。それでも株は抜けません。自分の子育ての時はウルトラマンティガーとかポケモンだったんで、一緒に皆さんにも声を出していただいて、私もその一員で、将来的には福祉やりたいなと思いました。一番社会保障の中でこれまで十分力が入ってなかったのが子ども子育て支援だと思うんです。子育て格闘中の皆さん の生の声を生かしていい政策を展開したいと思っておりますので、今日はその参考にしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この日、総理と意見交換を行ったのは、この施設を利用する新米ママさんやイクメンのお父さんなど。うちも日中はもう子供と私の2人だけで過ごすような生活でして、専業主婦が子供と遊びに来るようなこのような施設を作っていただいてるんで、逃げ場があるんですけど、孤立しない子育てって、そういったつながりをこう持っていく、そうしたことがね、大切です。一時保育やそれから親子の広場をかなり多く展開してきてるのも、そういったことへ応えようというような思いを持って。新宿区は東京都の中でも子育て支援に力を入れている地区の一つ。今回視察した施設は、ママさんたちの子育て相談や育児不安の解消、仲間づくりの場などとして運用されています。昔はやっぱり子育ては家庭でという事情がありましたけども、事情の基盤が今極めて弱まっていますので、地域の中でやっぱり子育て世代が孤立感を持ってはいけないなということが特に今日感じることで大変参考になりました。まあ、政府としてはですね、一つは先般の一体改革で7000億手当することになった子ども子育て支援、これしっかりやっていくのと、それから新しい形の児童手当の拡充、それから まさにワーク&ライフバランス、こういう3本柱で若い世代を社会全体でサポートしていくという、そういう方向感に間違いはないという実感を持ちましたので、その実感を踏まえ、総理は待機児童の解消や子育て支援拠点づくりの加速などを支持する考えを示しました。やっぱりね、チルドレンファーストの考えを全ての人で共有しながら、これを後押しをすることだと思うんですよね。やっぱり日本の宝ですから、これということだと思います。